はい、皆さんこんにちは。本日は35回目の、実況になります。早速ですね、乗っていきますのは6レースアスカステークスですね。クリノキング王に乗っていきます。この馬はね、私のこの実況する時の、デビュー馬になりますね。相手はなんかね、よくわからん馬ばっかですね。はい、やっていきます。このままね、デビューの時一番人気だったんですけどね、2着に敗れるんですよね。悔しかったなあの時は。あとはね、この馬はね、追い込み馬なんですけど、一瞬の気ではなくてしんがり気しかないので、しんがり気出せんかったらちょっと強いきついんですけどね。まあいい感じかな。あとはちょっとね、ここでスーッと上がっていっちゃうとね、しんがり気が出せないんですけど、この固まり方がすごく嫌やな。で外回るとすごいロスやしな、ロサンゼルスやしな。よし、ばらけ方がいい。しんがり気どうや、届くかな、届くかな。よくやった。ちょっとね、ポテンシャルも余し気味だったんで、余裕でしたね。はい、2番人気で勝つことができました。土曜日のメイン7レースは洛陽ステークスです。エイシンルーデンスというですね、重賞の勝ち馬に乗っていきます。相手は1番人気キスミーテンダー、2番人気はねコイントスなんですけど、距離がちょっと短いんですかね。3番人気は前回私がニューイヤーステークスで乗ったエイシン・ルバーンですね。私に乗せてくれよって話なんですけど、エイシン・ルーデンスね、ちょっと外枠なんでアレーババが出せるか微妙ですけど、はい、頑張っていきます。よし、スタートはいい感じ。あとはね、こうぐんぐん飛ばしてアレババを取りたいよ。取れた。久々にレボリューションチャンスかな。まあ短期逃げとか大逃げはちょっと無理。エイシン・ルーデンスはね、チューリップ賞を買ってるお馬さんです。さあ、レボリューションチャンスだ。エイシン・ルバーンよ、私を乗せなかったことを後悔させてやる。まあこれはもうね、文句のつけようのないレースでしたね。2着はパープルエビスという馬ですね。アーリントンカップを買ってないわ。それダブリンライオンやね。エイシン・ルーデンスで、はい、勝てました。お手間か。中山牝馬ステークスとか出てみたいけどな。一応なんか、そうそう、中田厩舎って裏切ると怖いねんな。とりあえず登録しとこう。日曜日のメインは京都記念ですね。成田トップロード、今年初戦になります。相手はね、サンライズペガサスですけど、まあもうここは格が違うかな。この時代ね、成田トップロードは現役を続けるんですけど、テイモペロとかはね、先に引退しちゃうんですよね。確かなんか成田トップロードって斤量なんか60キロぐらい背負って京都記念買ってましたよね。まあ、なかなかね、その長い足使うタイプであるんですけど、この速いキレっていうイメージではないんで、それでね、ちょっと G1 タイトルは菊花賞しかないんですけど、
まあ、この重賞レベルになるとね、コンスタントに勝ってましたよね。阪神大賞典とか、このね、外にいるね、紫色の勝負服がサンライズペガサス。お手応えの違いでかわしていきます。大まくりも発動や。こう競馬観戦行ったらね、こうまくっていく馬見ると歓声湧いて楽しいですよね。まあここは無難に勝利かな。2着はティコティコタックか、サンライズペガサスはダメやったみたいですね。3着みたいということでね、無事ね、今年初戦を飾ることができました。通常であれば阪神大賞典なんですけど、大阪杯がねありますので、このレースに出たいと思います。2月3週の騎乗馬を見ていきたいと思います。土曜日のメイン、京都ヒンバステークスにコスモフライトですね。ちょっと怖いですけど乗っていきます。10レース宇治川特別、ホットロッダーかな。方が直哉さんのね、有効度も低いんで乗っておきます。そして1レースね、3歳未勝利戦黄金サンデーに乗っていきます。土曜日のメイン、フェブラリーステークスですね。山勝すずらん、今年の初戦です。東京5レースの、ヒアシンスステークスアドマイアドンも今年の初戦です。ということで今週は5クラの騎乗になります。土曜日1レース3歳未勝利戦黄金サンデーに乗っていきます。追い込み馬ですね。嘘でしょ、ちょっと目覚めてないとはいえね、この馬ね、競争能力よりもね、キレがやばいからな厩舎どこなんやろ、うちに欲しかったな。やる気なくなっちゃったんですけど、やっていきます。それも同じ追い込み馬ってね、分が悪すぎますよね。デュランダルとか乗りてー。そうなんや、デュランダル出てくるんや。おっとおっとちょっと前の馬フラフラしてるから、いや、デュランダル上がっていったね。ここって新ガリッキ出せるんかな、ギリギリやな。10番ってなったらもう無理やしな。あ、出えへん終わった終わった終わった、一瞬のキレもないしな。まあ3着か、まあ、もしかしたら一瞬のキレじゃないや、しんがり1機まで出せたら勝てたかもしんないですね。5レース宇治川特別ホットロッダーに乗っていきます。外国サンバですね。はい、やっていきます。よしよし、ここでエクセレント取れればレボリューションチャンス。昨年のね、動画まではね、ちょっと勝ち星も結構取れてたんで、レボリューションいらんわみたいなね、調子こいたこと言ってたんですけど、今年はちょっとね、勝利数が少ないんで、レボリューションを欲してますね。ここでエクセレントノーマル終わった終わったな、これも。3着か、精一杯やな。これが人気通りの結果でしたね。土曜日のメインは京都ヒンバステークスですね。コスモフライトに乗っていきます。とりあえず目標は落馬しないこと。
おお、今回はいいスタートが切れた。もう、最低でもこの位置はキープしたい。そしたらグッド、おお、いいよ、エクセレントもらえる。これやったらエクセレントだ。よしよし、それもこの外で競馬できればね、落馬もないし、あとは折り合いやで。折り合いがエクセレント出れば、よくやった。あとは一瞬のキレを出したら仕上がりやね。はい、お疲れ。なんかね、コスモフライトはいい思い出ないですけど、正直ね、勝てますよこの馬。いやー、この後この馬で宝塚記念じゃないや、高松の宮杯行きたくないな。よしよし、5レースのね、ヒアシンスステークスはドンちゃんが登場です。まあもう相手とかじゃないよね。マイネルセレクト、サウスビグラスと今はいるんですけど、格が違うかな。まあちょっと怖いのはね、内枠なんで、挟まって落馬とかだけはね、ちょっとしたくないですけど。意外にペースは流れないですね。あ、これいいな。このうちのこの1頭分空いてるのがちょうどいい。やめて、ふふふ、蓋しないで。やばいな、早く空いてほしい前が。よしよしよし、よけた。はい、ドンちゃんタイム。どうだ、そうだろ、アウマイヤドンちゃんってタイム1分32秒1。早えな、さすがに。まあここはここは楽勝でした。前回のね、動画でも言っていましたけど、次は UAE ダービーからね、ケンタッキーダービーへ目指すことになると思います。ただね、調教師からいつもね、一発回答もらえないんですけど。日曜日のね、メイン、東京7レースはフェブラリーステークスですね。で、私のね、山勝すずらんは2番人気なんですけど、まあ、1番人気は知ってるんですよ。デジタリアンでしょ。はい、出てきました、アグネスデジタリアン。もう強いの分かったよ。まあ、あとはこのノボトゥルーとかね、サウスビグラス、あれ、サウスビグラスってさっきヒアシンスステークス出てなかったっけ。あとはイーグルカフェとかいますけどね。まあ山勝すずらん4コーナーでね、ちょっとスタミナない問題が最近多いんですけど、マイル戦ならなんとかなるかなと思います。まずはスタートダッシュ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 、キックエンドダッシュ。ちなみに世代ではないですけどね、分かってる人には分かる歌ですけどね。そうです、キャプテン翼のオープニングテーマです。まあ、ここでね、ちょっとね、暗い話すると、今の歌ってね、歌ってる人ってね、もう亡くなってるんですよ。理由はね、自殺やったかな。あんまりね、明るいニュースじゃないんですよね。え、もう2番手誰よ。いや、相変わらずスタミナねえな、やばいやばい。このパターン、チャンピオンズカップで見たパターンのやつや。あーん、デジタリアン。へい、ということで相変わらずこの馬強いですね。ちょっとね、普通に G1 出ると勝てないんで、阪神牝馬ステークスで無難にレースしたいと思います。
2月4週の騎乗馬を見ていくぜ。まずは地方交流 G2 エンプレス杯にですね、うつみダンスダンスという馬がねいるんで、まあちょっと乗っとこうかな。土曜日の阪神メインアーリントンカップですね、ダイバファルコンに乗っていきます。阪神の1レース3歳未勝利名村サンクスに乗っていきます。日曜日の阪神阪急杯ブレイクタイム今年初戦です。3レースのね4歳以上500万円以下にパイアンという馬がいるんですよ。でこの馬距離適正 1200m までなんですね。このレースは 1600m なんですけど、ど根性っていうのねアビリティがあるんでちょっと乗ってみようかなと思います。ということで今週の騎乗馬は5クラです。まずは川崎競馬場のエンピレス杯 G2 ですね、ダートの 2100m、うつみダンスダンスというですね地方馬に乗っていきます。先行馬なんですけどね、一瞬のキレのアビリティがあります。相手はプリエミネンスか、ちょっとこれ強いな。あとはちょっとねよくわからん馬なんですけど、はい、ではやっていきます。おお、プレミエンスがいいスタート切ってるね。なんかね、うつみダンスダンスっていう馬はね、私ちょっとよく知らないんですけど、有名な馬なんですかね。まあ、エンプレス杯出るぐらいなんで、地方重賞ぐらいは買ってるんでしょうけどね。ああ、馬込みが苦手。さてさて、まあちょっとねこのレースは負けますね。プリエミネンスが正直強い。まあなぜかというと、もうプリエミネンス自体がねボバ混合のレースでもね普通に勝ってる馬なんで、この牝馬のね限定 G2 ぐらいだったらねもうプーなんすよ、勝てるわけがない。もうね、勝てるとしたらプリエミネンスのジョッキーが朝青龍ぐらいでないと勝てないですね。ああ、このね右の外側にいる青の面子、これがプリエミネンスですね。まあ距離は持ったんで、あとは一瞬のキレとか出てほしいけど、ちょっとなんかよろしくないね。お、プリエミネンス負けてるし外通り過ぎたんや。はあ、まあちょっと私もね外通り過ぎたんですけど、私は7番人気の7着、プリエミネンスはちょっと外通り過ぎましたね。土曜日の阪神1レースは3歳の未勝利戦名村サンクスという馬に乗っていきます。ダイヤモンドステークスをね買ってる馬なんですけど、アビリティがねの直線一気一瞬の切れ四角線とど根性とね結構使いやすいアビリティがあります。相手はねモノポライザーか、エアグルーヴのね弟さんですね、モノモライザーですね。ではではやっていきます。でこの名村サンクスなんですけど、ちょっとね思い入れがあるんですよ。競馬ではなくて、あの鳥取県のね大山の方に旅行へ行った時にですね、あの大山のところに乗馬クラブがありまして、そこに名村サンクスとウィッシュドリームがいたんですね。うん、名村サンクスとかウィッシュドリームに乗ることはできなかったんですけど、まあ元気そうにしてました。ちょっとね名村サンクスは片目がね白内障、ちょっと目の病気をね患っていて、ちょっと病害状態だったんですけど、あのこのね額の大きな流星がねあのご健在でしたね。やっぱり目の前でね重傷の勝ち馬に乗れるじゃないわ、見れるとあのテンション上がるもんですね。以前ねウィンズの動画でもお話ちょっとしたんですけど、あの私昔ちょっとだけなんですけど馬のお仕事をしてた経験がありまして、はい、重賞勝ち馬にも乗ったことはあります。やっぱりね重賞勝っている馬ってね乗りやすいです。体がねやっぱ柔らかいんかな。うん、やばい、モノモライザーここで一瞬の切り、もうちょっとやで、よくやった。うん、やっぱこういうね思い出の馬で勝てると気持ちいいですね。
10番人気で1着か。よしよし。土曜日の阪神のメインはアーリントンカップですね。おなじみのダイワファルコンに乗っていきます。相手はローエングリーンか。まあコバになってからね強くなる馬なんでまだチャンスありそうですね。あれ1番人気メジャーカフェ依頼されてないけど、ちょっと浮気やん。もしかしたらメジャーカフェにも依頼されてたかもしれないんですけど、ちょっとね燃えますね、こう裏切られたら。ダイワファルコンで100倍返しだ。まあ追い込みまーということで、打ち出し沿いでねちょっとじっとしときますわ。まずはローエングリーンさん逃げるんでしょ。まあ、ローエングリーンってね意外に知られてないんですけどね、お父さんシングスピールなんですよね。さてさて、そろそろ動かんとあかんね。前にいるメジャーカフェをマークしながら、なんか折り合いが悪いな。エクセレント最近見ないですね。どうかな、ちょっとここの辺にしてしんがり機出そうかな。あれ出えへん。嘘だろ、しんがり機ないのこいつ。あれ嘘、ちょいど根性いらんって。遅収集の切れ出んの遅いって。メジャーカフェに負けるとかめっちゃ腹立つし、なんなんムカつくなぁ。ファルコンステークス、多分メジャーカフェはねニュージーランドトロフィーなんでしょうね。日曜日に変わりまして、3レース4歳以上500万円以下にパイヤーに乗っていきます。相手はよくわからん馬か。はい、やっていきます。おースタートある。パイアンっていう馬はね、確かセントールステークス2着してる馬やった気がするんですけど、間違ってたらごめんなさい。まあ、ちょっとこの馬ね、動画にもお伝えしましたけど、距離適正が 1200m なので、1600m はね、長いんですよ。ということでね、ちょっとね、距離をっていうか、はい、ど根性とかね駆使しながら乗っていきたいんですけど、もう折り合いは仕方ないですね、距離が長いんで。でも競争能力はね60何歩あったんで、このクラスにしては上位なんですよね。んー、なんでやろ、全然手応えがないぞ。くそー、ど根性取ろうとしたらこいつ起き上がる。あららら、あらららら、ら10着か。いいとこ見せたかったんやけどな。まあ現実は厳しかったってことですね。日曜日のメイン阪急杯ブレイクタイムに乗っていきます。もうねこの動画では一番おなじみになりましたね。いやでもこのブレイクタウンをねこんなねちゃんと乗ってんの私ぐらいじゃないですか。やっぱ G1 もね勝ってないんで、そんなにこの馬をねお手馬するって人はいないんかなと思うんですけど、いやー左で上がっていったノースヒルズのゴッドオブチャンス、ちょっと同じ馬主やねんから手加減してほしいんですけど。マグナーテももう行ってますね、人気してましたけど。あ、大気トレジャーが上がっていった。まあ、でもここではちょっと力違うでしょう。うん、こいつってど根性なかったっけ。まあまあアビリティなしでも勝てるぐらい力が抜けてたいうことですね。よしよし、久々に気持ちのいい勝負ができた。次はマイラーズカップですね。うん、
さすが大島さん。チャオっていうな男が、男じゃないけど、チャオルルブドウくん、3月になるけど調子はどう？いや俺結構重症かったで。いいのそんなのんきに言ってて。現在のところルルブドウくん2億7470万円、私7020万円。わあもっと頑張らないと。おばちゃんがぶりっこするときついんやけどな。はい、では3月1週の騎乗馬を見ていくんですけど、ゴールドアリュールの名前あるけど今週ノーリズンじゃなかったっけ。3月1週ね、ゴールドアリュール依頼されてるんですけど、そうそう、弥生賞にね、ノーリーズンいるんですよ。まあ、ダート路線にはね、アドマイアドンもいるんで、ここはノーリーズンでいきます。4レースの障害オープンですね、このテンビエースという馬に乗っていきたいと思います。3歳の新馬戦ですね、ミッドタウンに乗っていきます。土曜日のメインはですね、オーシャンステークスにライバーがありまして、ユーバファルコンがね、いいんですけど、アドマヤコジンがだいぶ強いんですよね。まあちょっとどこまでね、いけるかわかんないですけど、乗っておきたいと思います。ということで、今週の騎乗馬は4頭です。はい、ということで、今週もね、いろいろやってきました。私のね、主力のお手馬、成田トップロード、山勝すずら、ブレイクタイムがね、無事初戦を迎えまして2勝2着1回かな、まあ、無事ね消化できたと思います。微妙なレースもね見せてしまって申し訳ないんですけど、できるだけね、あ、この乗り方すごいな、面白いなっていう乗り方ができるように努力していきたいと思います。今日のところはね、お時間の方が来ましたので、この辺にしたいと思います。またですね、見ていただけるとありがたいですので、よろしくお願いします。失礼します。